はい、どうも、YouTube の審査に落ちました高中ズマです。よろしくお願いします。はい、ですね、審査結果がもう届きまして、何でしたっけ、何でしたっけ、理由が再利用されたコンテンツ、はい、そうですか。はい、ありがとうございます。やっていきましょう。はい、アスファルトやっていきます。はい、お願いします。はい、やっていきましょう。はい、また絵を描いていきますか。はい、絵描いていきましょう。はい、どうでしょう、YouTube さん。YouTube さん、どうでしょう、これで。これで受からせてくれませんか、YouTube さん。ねえ。もうね、なんか、何もやる気がなくなっちゃいました。てか、50歳、買ってくれますか ?50 歳、輪っかを買ってくれる人、誰かいらっしゃいませんか、どうです、誰か買ってくれませんか。ほら、50歳いいですよ。皆さん気持ちよくなりますよ。お、めちゃくちゃいい。壮大だ。ありがとうございます。500歳。508。ありがとうございます。お売りしましょう。はい、ありがとうございます。ね、どうですか、YouTube さん。YouTube さん、こうやって私は収益化を目指しております。ね。絵を描いたり、生配信したりして、レビュー動画とかも上げてます。どうでしょうか、YouTube さん。そんな僕を収益化させてくれたりはしませんか？ねえ、あなたのロゴがですよ、これ。あなたのロゴ、ほら、147円ですよ。147円ですよ、YouTube さん。ほら、147円で。新たなロゴが売れましたね。どうですか、収益化いいんじゃないですか、もうどうやって買えるんだ、い宣伝オープン、これの笑いの方さ、あーアメリカでやけに悩んでいたんだ、あーやー、いつか広告を出すのどうかな、うーん、きっとうまく広告オッケー、一番のアングロフレンチ、アングロフレンチ、融合料理を味わいたいときは融合料理合わせてください、うちのメニューを表現してほしいんだ、アングロフレンチ融合料理だ、カタツムリ&チップビーンズ、海はゲットコッコービール、フフ、バーミンガムなどなど、美味しいメニューがたくさんある。すべて私がこう思うと、カタツムリ。おー、わかった。オッケー。カタツムリ。エスカルゴですかね。チラシ。オッケー。おー、ブレスリズラブレ。オッケーです。任せてください。
よし、できた。よし、料理店のチラシ、これロッケでしょ。ね、はい、オッケー、パラパック。おー、これは、合格ですよ。終わりました。30分かかりました。はい、コープ。こちらです。フレフィードバック not found。はい、どういう意味でしょう。じゃあ、ユリシロイスとフレンチを呼ばせたアングロフレンチを作っている。そのユニークな料理はここでしか始まらない。はい。え、ダメなんですか。え、ダメなんですか。え、こちらです。え、もう一回見てください、よく。よく見てください。は？はい、わかりました。あ、そうですか？そうですか？あなたも僕を否定するんですね。はい、わかりました。はい、わかりました。はい。どうですか？どうですか？もう誰も僕を必要としてないんですね。はい、わかりました。はい、これでどうですか？はい、フランスパンです。はい、フランス料理、フランスパン。はい、ありがとうございます。これでどうですか？これでどうですか？はい。はい、書いてきましたよ。はい、これでいいんでしょ？これで。ね。な。はい、フランスパンです。はい。お見事。は？なんでこれでいいの？え？なんでこれでいいの？わかんない、ちょっと。え？わかんないな、ちょっと私には。カラービッサーと書いてあるが、うちの人にそんなものない。ご好ありがとう。あとは、松の実だ。いやちょいちょいあれが良くてなんでさっきのがダメなんですか。なんだなんだ。オープンライが徹底的におかしい。オープン助けてくれよ。どうしパスポート助けようとしたんだろうけどダメだったらしい。この前なんかまるで塔の光学がピクピクしてるみたいに見えた。あー、歌い出すんだよ。ニヒリストだっていうのに、私はニヒルな彼女が好き。あ、いや、違うけど。キャンパスをやる。いくつか見つけたんだよ。ニヒルな絵を描いてる。大切なことを思い出してもらえるような、彼女を元に戻せるような絵を。わかった。いい、描けたらホープに。暗ければ暗いほどいい。ぐるぐる。どうなるか見てみよう。なるほど。ニヒルな絵。ニヒルってどういう意味だ？ニヒル。虚無感。暗い影のある人のことを指します。あー、なるほど。なるほど、なるほど。はい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 。なるほどね。OK。ニヒルな絵ね。OK。書きましょうか。オッケー、任してください。今日のうちくん、はい、ありがとうございます。これを見せていきましょう。こいつに見せればいいんでしたっけ。ニヒルな絵、あ、はい、あ、ホープに見せるか。あ、こいつだよね。はい、作りましたよ。おお、これ笑いから、そう、今日のうちくん。お、それを見て何を感じろって言うんだ。わかんない。何を感じない。あれ、待って、この虚無感、うまくいったみたい。このように色気を出すというか、名作か、わかんない、どうでもいい。くらいにお礼を言っといて、言わなくていいか、どうでもいいや。よし、気に入ってもらえたみたいですね、どうやら。やったぜ。
お礼を言っといてって言われました。はい、どうでもいいんだけど、うん、なんだって、うまくいった。おとといになりそうだ。こんなに熱心なニヒリストでも突発的な喜びに浮かれることだってあるんだ。知るって、あ、どうでもいいか。これだな、前に話したビトルキャップ、ありがとうございます。帰れたら多少あたって言うなよ。はーい。